んですか、小さくて覚えてないと思うんですけど、初めて乗ったバイクの感覚とか覚えてたりします？今。サトルは？俺ですか？俺は、もともと乗りたくなかったんですよ、バイクは。そうなんですか。ね、こういうやついるんですよ。こういうやつ絶対いるんですそうよ。なんだ。音がまず怖くて、お兄さんが乗ってたとか、そうそう、やっぱ、兄弟。兄貴が乗ってて、家族でやっぱサーキット週末行くので、で、やっぱ自分も連れてかれて、っていうので、まあ自分はその時千葉北サーキットがいつも行く場所だったので、まあその横にテニスコートがあるんですね、いつも。で、そこの横にあるボールを拾って遊んでて、ずっとバイクから逃げてたっていうのはありましたね。わかる。テでもニそスコートで遊れぶ方が楽しいのよ。そうなんですよ。その乗るきっかけっていうのはもう強引乗な。るきっかけは、今、オートレース、MotoGP の元アジア、出光の、ホンダアジアチームの監督の青山宏監督いるじゃないですか。あと、オートレーサーの青山周平のお父さんに、もういい加減乗れよ、みたいな。もういるんだから乗れ、みたいな。強制的ですよね。まあでも、な父親じゃないんで、やっぱ言うこと聞くんですよ。やっぱ他のお父さんの方が。で、そこでまあ千葉北の本コースじゃなくて、ちょっとちっちゃい練習場のコースから始めて、で、まあちょっと、ああ、楽しいなって乗ってたら、その横の壁に激突したみたいな。で、もう乗らないっつって。るほど。サトルは何歳からスタートしたの？俺は6歳ですかね。ちょっと遅いです。一番初めに乗ったっていうのは何歳頃なんですか？だから6歳。それが6歳。それが初めてかな。6歳の時に乗り始めたかな。その2回目以降っていうのは、もう1で回初も、めにぶつかって怖いってなるじゃぶないつかって、ちょっと嫌だ。だけど、やっぱ、その2回目ですか。面白いぐな。らいから、やっぱもう、なんか乗ってたな。自ら。そうなんでそすのね。本コースではなくて、練習のちっちゃいコースでなんか乗ってた記憶はある。やっぱり怖いながらもなんか楽しいって気持ちがちょっ怖と。いながらっていうよりは、その小学校の友達と会うより、サーキットにいる友達に会うのが楽しかったんだよね、まず。その青山周平だったり、まあ、同年代、そういう人たちに会うのが楽しくて、とりあえずなんかそこに一緒に親と行くようになったかな。で、やっぱそういう人たちと一緒に走るようになって、で、楽しみも増えたしっていうのもあって、で、そこで競うことも覚えたし、で、負けるのも嫌だしとか、まあ、そういうのがどんどん徐々に大きくなっていったかな。どうでですすよね、岡崎さん。ポケか？いバイや、は。ポケバイ、私、初めて乗ったのが10歳で、で、その千葉北行った時が11歳とかになってたと思うんですけど、なので、あんま、怖いって思う年齢ではなくて、ただひたすら、右手、打って回したらめっちゃスピード出るじゃないですか、バイクって。それが面白くて。その時やっぱ自転車なので、どんな頑張って漕いでも出るスピード知れてるし、なんなら疲れるし、でもアクセル開けたらブンって走るし、それが面白かったですけど、覚えてるのは、5歳とか6歳の子たち一緒に始めたとか、自分より先にやってる子たちを、やっぱちょっと年齢が上だから考えて走れるから、抜くんですけど、レースとかで勝つんですけど、そうすると、ちっちゃい子たち、お父さんにぶっ飛ばされて飛んでるんですよ。なんでお前あの子に負けんだみたいになって怒られてて、ごめん、痛そうとか思いながら走ってた記憶。だからそれのせいでやめた子は何人いるかなと思うんですけど、でも私の敵は弟だったんで、もう、弟に負けたくない。石で乗ってた感じです、その時は。きっかけは？きっかけ。最初もやっぱ弟なんですけど、3つ下なんですけど、先にバイク乗り始めて、で、自分、本牧の埠頭の方が、日曜日は
なんだろう、行き止まりみたいになってて、ちょっと空き地的になってて、ラジコンとかバイクとか乗っていいよみたいななってたんですけど、そこで弟が乗り始めて、で最初全然自分がバイクに興味なかったんで、あのそれこそあの近くで母とバドミントンしてたんですよ。ずっと弟が走ってるの見ながらバドミントンしたりしてて、でなんか多分膝擦ったかなんかをすごい自慢されて弟に、でなんかあのまあ弟にできることお姉ちゃん全部できると思ってるんで、もうちょっといや貸せよって言って、お前にできるならできるわって言って、で多分乗り始めて、そっからなんか面白いなってなって競って、でずっと乗ってるって感じですね。なるほど。でポケバンありますよそこに。そうなんです。今全然自分の部屋にいるんですけど、あの部屋にポケバンがあるの？あ、そう、2階なんですけど自分で運んで入れて、うん、あの GP1 の速いやつがある、ライフの。すごいね。あ、ライフです。排気量 40cc？ 多分40か、なんかあの自分のちょっと後の時代の一番上のクラスの子に貸してたんで、なんかちょっと変わってるか、46とかあるのかな、わかんないですけど、なんかでもあの大人になってから乗ったら立て替えて、うん、バイクが早すぎて早いもんね。めっちゃ早い。いやでもちっちゃいし、いっぱい名前出たけどさ、その岡崎選手は弟きっかけで、岩田選手は青山系兄弟のきっかけがあってと。なるほどね。でそこの場所が今でも俺らがね走ってる頃からずっとある千葉北ポケバイサーキット、はい、うん、今さっき佐藤さん言ってましたけど、千葉北はねメインコースで走れる場所とその脇で初心者も乗れる場所があるので、うん、行ったら多分もう乗れるんだもんね多分。そうですね、今はそのレンタルでつなぎとかヘルメットとかも全部一式あるので、うん、本当手ぶらで行けるっていう形になってるので、もうすごい。日本でもね唯一ポケバイ専用サーキットだからさ、ぜひ皆さん足運んで、なんかちょっと、ね、うん、これ見てる人たちもぜひ一回体験だけでもいいから行ってもらえばいいと思いますね。ちょっと息子がなんか最近ちょっとまたポケバイ乗りたいとか言い始めてるんで、お、来た。なんで今度ちょっと一回連れてってやろうかなと、もうバッチバチにやっつけてやろうかなと思って。高橋ゆき家みたいに、いやいや、お父さんと息子がレーサーになるみたいな。いや、そんなことはないですよ。そう、ただレースは出たいのって言ったら、レースは出たくないっつって、ただ乗るだけって言ってました。あ、でもそれでもうるしいよね。そうですね、うん、あの岩田家はですね、実はあの青山家もお兄さんが世界チャンピオンを取って、弟の周平がオートレーサーなんですけど、岩田家も岩田悟選手 JSB の選手で、はい、お兄ちゃんがね、あのオートレーサーなんです。なの で、 そうなんですよ、バイク業界に連れ込んだ青山兄弟の弟分と、それを受けた岩田家のお兄ちゃんは同じフィールドで今オートレーサーとして走ってるんですね。すごい。そうですね、手嶋監督含めて岩田選手と岡崎選手は、まあ、家族の影響で小さい頃からバイク始めたっていうことですけど、まあ、国川選手の方は大きくなってから自分でバイク乗りたいっていうふうにレース始めたと思うんですけど、そのきっかけっていうのは、うん、まあ、バイク、あの免許取るのはできると思うんですけど、そこからまた、なんだろう、スポーツとして、レースとしてっていうのは、どういうきっかけでそんなふうに思ったんですか？きっかけはまあ、いろいろあったんだけど、最初にサーキット走ったときに、バイクの楽しさをすごく実感したとか、衝撃を受けたのが一番大きかったかな。最初にバイク屋さんの走行会が福島にある恵比寿サーキットとかであるから、まあ、来ないよと誘われて、その時持ってた、そう、大型バイクで走りに行った。友達とそれこそ自走して、でさっきとも右も左もわからない最初に、そう、自走して走りに行った。本当走行会だからさ、それを行って、でそれでじゃあ走ろうって言って、
コースインして走り始めた時の衝撃が強かったかな、やっぱり。すごいみたいな。バイクってこんな寝るんだみたいな。で、便乗、すり鉢コーナーか。なんていうの、右のすり鉢コーナー。はいはいはい。左の手前の一番下るところ、うん。あそこで初めて膝をすったっていうより、すっちゃって、うん、その時今でも覚えてる。すっちゃって、びっくりして、危ねえと思って、今膝すっちゃったよって思ったぐらいだったのを覚えてる。そのくらいでもすごくて、こんな世界があるんだって思ったのが、まあ、一番最初のきっかけだったかな。スポーツってわけじゃなかったけど、そのバイクをやってる楽しさっていうのは、その時すごい衝撃を受けたから、まあ、また走ってみたいと思ったし、その時レースのことは全く考えてもいなかったけど、あ、バイクってこんなことができるんだって思ったのが、そのスポーツとしてじゃないけど、どん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 もっとこう走るってことにこう飲み込んでったきっかけだったかな、俺は、うん、なるほど、だからそういう髪型になっちゃったのね髪型なんだよゆうすけ髪型作れないから帽子かぶってるでしょ。いやもう大変なんだよ、これ、ね、これ取ったらつるんだからよ、髪の毛ついてっちゃうかもしれないかもしれないそうはい、いそめ笑いすぎで毎回爆笑じゃん前回すごいよな、あ、ごめんなさい、前回毎回さ出るゲストの人にさ必ず髪の毛を触れられるってすごくない。俺だって岩田悟さ帽子かぶってるけど一切触れられないじゃん、なんで同じ帽子かぶってる俺はさ触れられるわけ。確かにもうなんかその辺でさ、俺思うんだけど、ちょっとスタート位置違うと思うんだよな、やっぱり。いや正直ね、全日本選手権の中でも、ね、例えば俺がレーサーだとしたらさ、ね、いや、それこそさっき岡崎選手言ってきました、スマートだった、なんだって言ってましたけど、だとしてもだよ、この4人で言ったら、じゃあ誰が一番かっこいいですかとか、人気ありますか、ダービーやったら、まあ大体1、2、3、この上位はこの3人だよ、俺の下の。ぐらいやっぱね、今の全日本でも人気は高いと思う。だって岩田悟はもうだって言ったら関係者の中で結構人気高いじゃない。やってます。関係者の中で。で、いやだってTプロの大学生たちに聞いても、ほとんどの割合で岩田さんがかっこいいって言ってるからね。ありがとうございます。聞いても聞いてもらえますよね、岩田さん。チーム全員に言ってそう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 。